アクアはトヨタ自動車が製造・販売するハッチバック型のハイブリッド車である。本校では特に記載がない限り日本仕様のアクアについて記述する。トヨタにとっては2003年に行われたプリウス初のモデルチェンジ以来8年ぶりに復活した5ナンバーサイズのコンパクトハッチバック型ハイブリッドカー。販売は他のトヨタ製ハイブリッド専用車種と同様に すべてのトヨタ車取扱店舗となる。車両の製作は日本国内、国外市場向けともにトヨタ自動車東日本の岩手工場が担当する。翌2012年3月には北米、台湾、オセアニア市場で、また他国に遅れること約6年の2018年5月からは大韓民国でも販売が開始されたが、日本国外市場では、 プレアスの社名が浸透していることもあり、同じハイブリッド社でもプリウスとプラットフォーム等の共通点はないにも、かかわらず、その社名はアクアではなくコンセプトカーに用いられたプレアス C の社名が付与されている。このためアクアはプリウスの足として扱われている。なお、販売台数は2017年の場合日本が115万台、海外は22万台と圧倒的に 日本での人気が高い。欧州市場においては、アクアと同型のプラットフォームを採用している。ビッツに、アクアのハイブリッドシステムを搭載した、ヤリスハイブリッドが2012年6月より販売され、アクアのポジションを担っている。社名の、アクアは、ラテン語で、水を意味する。水の持つ、透明感にあるクリーンなイメージや、誰もが必要、大切にするイメージを連想させるとともに、 水のように自由な広がりを持つことで、従来のハイブリッドカーのイメージにとらわれることなく、より広く楽しまれることを願って命名された。また、プリウス C の C は、シティの頭文字。日本の法規上では、小型乗用車に分類される、サイズの5ドアハッチバック型のボディにハイブリッドシステムを組み合わせた実用ハイブリッドコンパクトカーである。ボディデザインは、 トライアングルシルエットと称される同社を代表するハイブリッド乗用車プリウスの流れを組むものでそれらと同様にフロントウィンドウが大きく寝かされたワンモーションフォルムを採用しているさらに全面投影面積の低減とボディ剛性の向上を目的に中央部をへこませたパゴダルーフも採用されているそして空気抵抗の大幅な低減とハイブリッドシステムの 搭載によって増加する車体重量の低減を目的として全高を 1445mm と低く抑えたため、それに従ってシートの着座位置も地面より 530mm と低くなっている。その結果、CD 値は0.28八とプリウスには及ばないものの、同クラスの小型乗用車では空気抵抗が最も低く抑えられている。なお、車内空間に至っては、 W30 型プリウスよりも、頭上空間等は広い。シャシーは、小型車専用のトヨタ B プラットフォームで、ラクティスに先行採用された、ホイールベースが 2550mm のものをベースとしており、車体の後輪全部を駆動用バッテリー搭載のためを幅に設計変更している。重量物である駆動用バッテリーを後部座席下という、 車体の重心近くにマウントしたことで前後、重量バランスの最適化とリアタイヤの設置性が高まり、それらと前後の低いボディの組み合わせによって、ハイレベルなコーナリング性能と直進安定性を実現している。ゆえに、車両の運動性能は、同クラスの小型実用車の中でも極めて高い水準にある。さらに実用面では、他のハイブリッド車では犠牲となっていた。 ラゲッジルームの容量と使い勝手の良さを非ハイブリッド車並みに成立させることにも成功している。ハイブリッドシステムは ZVW30 型プリウスと同様のリダクション機構付け THS2 であるが、それと同型のシステムだとボディサイズの小さいアクアに搭載するには全体の質量が大きすぎるため、それよりも小さな,な n h w 2 0型プリウスに採用されていた。 ths2 を基本として、より小型、軽量に新規開発されたものを搭載する。エンジンは5 4ットを発生する1.5リットルの 1NZ フックス型で、NHW20 型プリウスと同様に、ミラーサイクルを採用するが、圧縮比を13.4にまで高めるなど細部に、わたって大幅な改良が施された。それに4 5ットを発生する新設計の1、 LM 型電気モーターと 144V6.5R のニッケル水素電池が組み合わされ、こちらも小型軽量化されたピークによって最大 520V まで昇圧され、ハイブリッドシステムの総出力はおよそ 75kW である。それらに加えて ZVW30 型プリウスより新たに採用された電動ウォーターポンプに排出ガス。 最循環システムや排気熱回収システムなど開発当時のトヨタ製ハイブリッド車に取り込まれていた最新技術が搭載されている。その結果、システム全体で ZVW30 型プリウスの THS2 に比べてマイナス 42kg のダウンサイジングに成功し、車両重量を E160K カローラよりも軽い 1100kg 以下に抑えられた。これは W30 型プリウスに比べて 300kg 以上も軽いことになる。トランスミッションは他の THS2 採用車と同様に電気式無断変速機となるが、シフトレバーはプリウスファミリー、ひいては純粋なトヨタのハイブリッド専用車で唯一となるゲート式フロアシフトを採用している。後に、これらのメカニズムは同じ B プラットフォームで構成される。 カローラアクショフィールダーの各ハイブリッド使用者にも移植された。それら向けにチューニングは行われているものの、エンジンとモーター、およびそれぞれとシステム全体の最高出力、燃料タンクと駆動用バッテリーの容量はもちろん、後部座席のもとに駆動用バッテリーを配置するパッケージングに加えて、ゲート式のフロアシフトに至るまで共通となっている。 2013年11月に行われた一部改良では、エンジンの低フリクション化や、モーターインバーターの制御改良による、ハイブリッドシステムのさらなる高効率化が行われた。その結果 JC08 モード燃費が 1.6kmL 向上して 37.0kmL となり、2015年12月に登場した、トヨタの新型プリウスに抜かれるまでは、ガソリン燃料を使用する乗用車で、 世界で最も低燃費な乗用車となっていた。2017年6月に行われたマイナーチェンジではエンジンの改良やハイブリッドシステムの制御見直しを行い、L は JC08 モード燃費で 1.0km、L 向上して 38.0km、L に S 以上のグレードは 34.4km、L となった。発売開始以来、 世界トップクラスの低燃費を宣伝しており、メーカー発表のカタログ値で最初期の NHP10 型は JC08 モードで全グレード 35.4kmL であった。そして2013年11月に発表された一部改良後モデルより JC08 モードで全グレードが 37.0kmL に向上し、国土交通省が発表した。 燃費の良い乗用車ベスト10では普通、小型車部門で1位となった。なお、一部改良後の NHP10 型について、EED が運営するウェブサイト、E 燃費がユーザー投稿をもとに算出した、実用燃費は 22.4kmL で、新型車部門、ハイブリッド車部門で1位となった。なお、北米仕様モデルにおいては、2014年モデルの燃費が、 アメリカ合衆国環境保護庁規格の市街地、高速道路、複合の各モードで、それぞれ53、46、50メートル PG となっている。ここでは主要な市場についてのみ知るすが、グレード故障と構成は、各市場で全く異なる。W30 型プリウスと同じく基本仕様の S 上級仕様の G ビジネス廉価仕様の L の3グレードを基本としており、2017年6月のマイナーチェンジで X アーバンから解明したクロスオーバーを含む4グレードを設定する。g ズグレーン、スポーツプリウス C 北米市場ではプリウス C の名で販売され、サブコンパクトカーに分類される。グレード構成は日本仕様とは異なり、ベーシックグレードの1、126、4分割加リアシート、 クルーズコントロールなどを追加した2、2にスマートキーシステム。日本仕様のアクアには設定のないムーンルーフなどを追加した3、3にアルミホイール、フォグランプなどを追加した4の4つの仕様となる。1、2が日本仕様の S、3が G、4がツーリングパッケージ装着車に該当する。装備は日本仕様のアクアと比べて異なり、 車内の9カ所にエアバッグが標準搭載され、こちらもアクアには設定のないタイヤ空気圧警告灯などが全車で標準装備となっている。アクアとは違い、ボディカラーはイエローを除いた給食がラインナップされる。アクアに先行して2014年11月に開催されたロサンゼルスオートショーにて大幅に改良が施されたプリウス C の2015年モデルが ワールドプレミアされた。2019年をもって販売終了した。2012年2月1日、前年の12月26日の発売開始から1月31日まで1ヶ月間の受注状況が公表され、1万2000台に設定されていた月版目標台数の10倍に当たる約12万台の受注があったこと公表した。このこともあり、 同年10月時点で注文してからの工場出荷予定日は2013年1月以降と見込まれていた。また2012年10月には長らくトップを保っていたプリウスを抜き、さらに軽自動車を含む新車販売台数においても第1位となった。その後フルモデルチェンジしたプリウスや E パワーを採用した日産、ノート、CHR などと争いながらも長く安定した。 販売実績を叩き出し、2018年10月には、月間販売台数1位を奪還した。梅本窓かがナビゲーターとして登場した、CJRT のアクアラリー入門者向けのシリーズで、あるトヨタ画像レーシングラリーチャレンジでは、ビッツ同様に、アクア専用のクラスが存在し、俳優の相川翔や SKE48 の梅本、窓、ま、からが参戦している。 またエコカーカップでもアクアのクラスが存在し、多数の参加者を集めている。ありがとうございます。